名勝負物語。今回は現役で活躍するレジェンドたちの G1 初優勝を振り返っていきます。金子慎也選手第51回高松の宮記念杯ゲール、金子慎也はですね、前橋工業出身ですね、メリモン校ですね、ただこの69期同じ前橋工業出身で、鳴り物入りで入った稲村成弘さん、澤田義和選手兵庫の、そして、横田努選手、後の斉藤努選手ですね、この3人がハイタワーズという名前を作られて大活躍しましたよね。そうみんなね185以上あったのかしら、すごいでかかったですよね、本当にこう時代をね、必ず彼らがこう変えるだろうというぐらいの扉を、開いていくような雰囲気が、もう、蹴り箱にいた時代からなんかそういうものを感じて、とにかく取材の多い鬼別でした。そうですね。でその中で金子慎也選手は、10位だった、だこれは立派な成績、立派ですね。この木で10位はなかなか大変だったと思いますね。さてこの、第51回のメンバーなんですが、関東勢がですね結構出てきてますが、この神山雄一郎も本当は太田の後ろに行きたいんですけどもね、そうするとこう金子慎也の位置がないということで、太田慎一の後ろにはですね金子慎也がマークして、そして神山雄一郎には中村淳という作新学院の、先輩後輩ですね、そしてこのレースは推しは誰だったんですか。神山雄一郎ね、推してましたね。神山雄一郎もねこの琵琶湖競技場好きだったし、得意でしたよ ね。私も神山雄一郎の優勝何度も見てますね、ここでね。さてそれではいよいよレースを見ていきましょう。あらあら、こらこら、この頃はまだ前取ると不利な時代でしたもんね。でもしょうがなくね、もう9番行っちゃってるし、結構ねこういう時は山田裕二はもう誰も出なかったら出た時代でしたかね。山田裕二の後ろにねこう出口がいて、その後ろにこの、太田慎一ですね、それから金子慎也がいますね。この頃のグランプリユニフォームで、そうですね、前年のグランプリユニフォームを走れた頃ですね、ユニフォームですね、で神山の後ろに中村がいますね。で8番今度は 金山もね先行で売り出してきた選手でしたので ね、琵琶湖のバンクが懐かしい。そうですね、私もこのバンク好きでしたね。さあ金が入ったところで金山選手がやっぱり主導権取りに行きますね。戦前の予想通りですね。どうしてもこの位置が欲しいんですね、この中段が、中段が欲しいんですけど、たまたまここ太田選手、そう関東勢でバッティングしちゃうんですね。ちょっと神山とね、こう太田がねちょっと不本意な取り合いをしてしまい、金子慎也があれどうしようかなって言っているうちにですね、山田をまくってですね、知らないうちにこう最高峰になっちゃうんですよ、4番、ああどうしようっていうところなんですけど、こう3コーナーからまくり気味にこうね伸びていくんですね。実はここがじわじわじわ琵琶湖ロードを乗ってくるんですね。 V ロードと言われてましたね。大外が抜けるんですよ、琵琶湖って割と、ここは V ロードだったんですね。そうですね、道地の展開を無視した優勝でしたね。どうもありがとうございました。ついにやっとタイトル手にしました。そうですね、まあでも狙える位置に今までいなかったので、まあはっきり言って実感がありません。デビューから9年ここまで長かったですか。そうですね、まあ努力だけではしてきたつもりです。あの展開の中でやっぱりこう一つポイントになったのは中段を取り合ってしまった関東勢。そうですね、そこでこう、なぜかちょっとね金子慎也がちょっとついていかなかった、ま、そこが逆にプラスになったというね、それとあれだけの自力があったからこそ、一番後ろに引いても間に合った。そうですね、またあれですよね、これ69期としてもなかなかの意味のある優勝だったんじゃないですか。いつ G1 を取るかと言われてた69期生、
まあ、やっとですね、まあ、あの金子慎也が取ったわけですね。これによってですね、才能がある、ハイタワーズたちがね、追い出しもぞと、まあ、みんながね、生き上がった、そういうレースだったと思います。